繊細な彫刻入りの木工木工とは、木材に加工を施す作業、または製作技能、あるいはその職人であり、家具製作、木彫、刺し物、大工、木工引き物が含まれる、金属加工、金工と対比される、工作、美術、家具製作などの領域をはじめ、建築や土木などの領域でも木材を加工することを広くこう呼ぶ、現場によっては、 大工仕事などと呼ばれることもある。木工を行う職人や、職業の代表格としては、大工、家具職人などが挙げられる。木工家という故障も存在する。古代エジプトの木工1568年のドイツの木工店、手前の職人が弓の子を、奥ではカンナを使う。19世紀のマシュラビーヤ用の小引き加工をする増岸木工と、水パイプ日本の木工、木彫職人。 対象初期木材は岩石、粘土及び動物の部位と共に人が最初に使った材料の一つである。ムスティエ文化でネアンデルタール人が使った石器の石質分析は多くが木材の作業に使われたことを示す。文明の発展はこれらの材料を使う能力の急速な発展と強く結びついている。初期に発見された木の道具にはカランボダキ、クラクトンオンシー。 レリンゲンの棒がある。聖人間の槍は木製狩猟道具の最初の例である。彫刻にはプリントの道具が使われた。新石器時代以降、彫刻入り木製容器は、例えば、カッコハンとツベンカウデの戦隊分土器文化の井戸で使われた。青銅器時代の木彫りの例には、北、ドイツをデンマークの樹幹から作った筆に、および木製折りたため椅子があった。 ドイツのフェルバッハ・シュミーデン遺跡には、鉄器時代の木彫りの動物の恒例がある。ラテーヌ文化時代の木星偶像は、フランスセーヌ川源流の保護区域で知られている。古代エジプトには高度な木工を示す重要な証拠がある。現存する多数のエジプトの絵画で木工が描かれており、多数の古代エジプトの家具が保存されている。墓にはこれらのアーティファクトがあり、墓で発見された筆も、 また木製である。木工の道具としてで、エジプト民族が使用した金属は、当初は銅で、紀元前2000年以降は、青銅が使われ、かなり後に鉄製錬が知られた。木工に通常使われた道具は、斧、金、のみ、のこぎり、弓水がある。保存継ぎは、エジプト戦王朝時代初期からの使用が、裏付けられている。これらの継ぎ手は掛け釘、突合せ継ぎ手、 企画や縄での固いましめで補強されていた。ニカーは、エジプト新王国の時代での見つかわれるようになった。古代エジプト民族は短板及び仕上げのためのワニスの技術を発明したが、ワニスの成分知識はなかった。様々な天然アカシアや、しかもは、魚流の原木が使われたが、ナイルガー流域の森林破壊の結果、レワノンスギア、アレッポ松、ツゲ、及び、 多くの植林がエジプト第二王朝から必要となった。木工はローマ人にとって非常に重要であった。これにより、場合によりこれだけを材料に、建物、運搬、道具、および家財道具が作られた。木はまたパイプ、染料、防水材料、および燃料にもなった。一しかしローマの木工の例はほとんど失われ。二文学的な記録により現在の知識の多くが、 保持された。ビトルウィウス著、建築住所では、全省で木材について記述され、詳細が保存されている。プリニュースは、植物学者でなかったが、博物史のうち6巻が樹木と木元植物の分野であり、樹木に関する豊富な情報と、その利用を記述している。中国の木工の創始者は、ロハンと妻のウンシプ人で、春秋時代と考えられている。ロハンは、 カンナとスミセンや、他の道具を中国にもたらしたと言われている。彼の教えは、ロハン家に残されたとされている。それでありながら、この書は、彼の死の1500年後に書かれたと信じられている。この本には、植木鉢、テーブル、祭壇などの様々な品を建物で使うための寸法が、主に記述され、また風水に関する広範な教えも含まれている。これには、 中国家具で有名だった接着剤や釘なしの複雑な継手に関しては何も記載されていない。パラオトビシマのミクロネシア人が金でホツキカヌーの一種ワーを作る。木工に使う日本での伝統的な道具の例としては、カンナ、ノコギリ、ノミ、ヤスリなどが挙げられる。木材は強度もあり加工しやすい素材である。木材から板へ加工するには、小刀を使い、丸太から直線に引き割る。 小引きされた材料を細かく木取りするためにノコギリを使う。さらに厚みを均一にするためにカンナを使う。のみは造作に使われ、ヤスリは葉の目立てや木材の調整に使われる。現代の技術進化と産業需要により木工の分野は変化した。例えばコンピュータ数値制御工作機械の開発により大量生産や 複製生産をより早くかつ無駄なく多くの場合より複雑な設計で行うことができる。CNC ルーターにより平面の木材に複雑で緻密な彫刻をして看板や芸術品を制作できる。充電式工具により例えば複数の穴開けがより多くの製作をより早く以前よりも身体能力を必要とせずに行うことができる。しかしながら熟練の高度な木工は 多くの人が追求する技術である。手作り作品は家具や芸術作品に残るが、制作効率と費用から販売価格は非常に高価になる。近代的な道具としては木工旋盤、丸の子、ルーターなどがあり、中には電子制御で回転数を制御するものもある。歴史的に輸送と貿易の革新によって職人が輸入材を使用できるようにまで、 木工はその地域の木材に依存していた。木材は大きく3種類に分かれる。典型的に木目が密で紅葉樹の片木、松門の軟木、合板や MDF などの人工の木材である。通常テーブルや椅子のような家具は硬い木材で作り、キャビネットや取付家具製作では合板を呼びたの、人工パネル材を使用する EN リストオブファーニチャーデザイナーズも参照。 ありがとうございます。